最初にたどり着いたんですね。でこれが、なければ日本の伝統的な建築技術は実は言うと浮かび上がらなかったかもしれない。でブルームハウスがしっかりこれを称賛したというのは結構重要なことだったんですね。ブルーンタウトが来たときは非常にこう荒れた状態だったんですけども、それでも彼は素晴らしいと言って、それが、急遽、文化財として重要なものだと認識されるようになったと。で、それに続いてまたプロビジやらロピュースやらもやってきたという話ですけども、問題はこのキャスビーでカスラリッキーをどうやって評価できますか。これができないんだったらカスビーが悪いんだと。そして世界がいいと言っているものを評価できない、それはカスビーがやっぱり質が悪いんです。でどっちが勝ってるか、やっぱりカスラリッキーが勝ってるんじゃないでしょうか。で紙障子すらない、竹筒のこの現代なんていうの、これをどうやって評価するんですか、キャスビー。でもここにはこう長ごたつがあるんで、ちゃんと大きな理由っていうのを考えてますね。でそれなりのガードはしてます。でそれをちゃんと評価したい、評価できないんだったらキャスビーが出来が悪いんだということを言えるんじゃないかと。でカスビーの居住性評価、先ほど言ったようなことで体感温度を無視してですね、だから吸放湿の効果っていうのは、やっぱり無視してる。吸放湿っていうのは、材料がこう湿気を吸ったり吐いたりするこの効果ですけど、それから手でやる操作、障子の開け方ですけど、襖の開け方、これ手で調整するわけですけど、あれ換気やらないのをみんな手で調整してるわけです。この効果は無視してですね、全て機械でないと信じられないと。で機械依存の空間しか評価できない程度にカスビーの技術は非常に悪いんだということを言っています。でカスビーは例えば伝統木造建築技術が理解できるように改良しなければいけないんじゃない。今までに来る改良を、先ほどお配りした資料にもあります。いろんなステップで頻繁に改良しています。植物は良くなっているかもしれないですね。さっき言ったような機械依存というのは変わりがないですね。で機械を依存して、特に、この化石燃料に依存するので、それを依存度を低くしなさいというふうに言ってる。で大変矛盾が多いですね。で伝統木造に関する技術はこの産業だけしかない、要するに検討課題としてなっている、検討課題になっている。でカスビーにはだからその、伝統技術が評価できるような技術にならなければ話になりませんよというふうに突っぱねるのが基本だろうと。ただ一方で伝統木造建築技術自体で居住性向上技術というのは少し、今まで歴史的にいろいろ積み重ねがあるんです。でそれをもう一回思い起こした方がいいだろうと。で知識、土壁ってのは知識工法なんですけど、知識工法っていうのは高気密化がしやすい技術ですね。パテってないです。
で、土壁を利用するというのは高気密化の一つの重要な道具です。で、壁ばかりでなく床や天井にもかつては入れていた大和天井なんていうのは土をぽっこり入れた天井です。で、これによって床下から屋根の通気を抑制しているわけです。こういった技術というのをもう一回思い出した方がいいんじゃないか。で、熱容量、これはいろんな方が重要だと言っています。で、土壁は熱容量があるので、いわゆる熱管流率は高くてしょうがないけども、熱揺れが大きいので室温の安定化には寄与しています。ただ土壁は吸放室が非常に大きいので室温の安定化っていうのができますよという話なんです。同時に熱を吸出するってことは温度が上がることなんです。から放熱することは温度を下げることです。この両方で温度のコントロールにも寄与している。最近みたいにみんな下着に薄いヒートテックを使っています。あれがこの原理です。基本的に何の違いがないです。で、建築だけそれがあってはいけないという理由がない。で、襖障子、紙障子というのはできると、これは溝に掘り込んで落とし入れているので気密性はむしろ高いんですね。アルミサッシはレールがあって車で浮かしているんですね。ですから実は隙間風が多いです。で、アルミサッシよりも実を言うと襖の方が気密性は高いんですけど、ただ、戸じゃくり、戸当たりのところを少し工夫しなければいけない。で、それは工夫は伝統的にはたくさんなされてきてますね。それをもう一回思い起こす必要がある。で、この紙でやるというのは何がいいかというと、通気性がある。つまり風は通さないけども、空気は通ってくる。ので、非常に健康のためにはいいですね。で、海底が自由で、空間の広がりが自由に変えられる。から縁側ですね。で、これは室内外の穏やかな交流の場、クッションスペースですけども、そして大変重要な、部分。こういったものをもう一回、見直す必要があるだろうという話ですけども。この中で、よく言われているのは、熱容量の話というのは、例えば土蔵やなんかの話ではみんな体験的に多分分かっていると思うんですね。室温が非常に安定します。で、湿度も安定します。でも、その時にその熱取得、 熱のこうヒートテック効果ですね。ヒートテック効果っていうのは、民間の作った言葉なんで、なかなか一般的には使えないです。そういったものをもう少し評価する話です。それから、なんといっても、土壁にしたっていうのは、湿式だからよかったんです。湿式っていうのはどういうことかっていうと、木材がどう歪んでいても、そこにはちゃんと、隙間を詰めることができるということです。これ、乾式では絶対できないことなんです。木と木をどんなにすり合わせても隙間は絶対あります。ですから、ここでは湿式の技術が非常に重要なんです。障子がこう気密性が高いというのは、みんな意外と納得しないかもしれないです。けども、隙間風はむしろ少なくできる仕組みとしてはあります。それをもう一回思い出すという話で、なんといっても縁側をもう一回ちゃんと見直すことです。で、これは
クッションスペースと言いましたけども、縁側というのはしばしばこう金型になって、この下にこう差し上げて、ここにはかつてはなることはなく、雨戸しかなかったですね何もなかった。今はガラス戸が入ってますけど、ガラス戸も何もない時代というのは雨戸しかなかった。でここに、まあ、紙障子が入っている。でこの17個の隅が全部開けられるということです。隅開放というのが、この日本の一つの背景に、これはほとんど外気が通ってですね、自由に出入りしてしまう。ほとんど外部です。でもそれでもいい、その快適な世界というのはどうやって作るか、敷地全体の地形を利用する、あるいはここに植樹をする。そうすると湖岸一周の日だまりになるんですね。日だまりを作って地形的に日だまりを選んで、そこに風を通、まあ適度に風を入れていく、で快適性を確保する。日だまりというのは意味では温室です。ですから日だまりを作るというのが一つの伝統技術の一番重要な技術の一つかもしれません。敷地の選び方、それから敷地の中でどこにどういう部屋を作るかというときに、でそれの、まあ、それがうまくいかない場合には植樹をするですね、木を植えられる、木をぐるっと植えてあげれば環境を変えられる。で、まあ、こういったような土を利用すると居住性が向上できるということと同時に、まあ、防火性能、あるいは耐震性能というのが大幅に向上します。まあ、防火の実験、今はみんな石膏ボードでやってるんですけど、今石膏ボードを前張りにしてみたり、怪しく石膏ボードでこうできた構造を防火構造にしてる。それよりも、この中を充填された方がいいというと、あるかぎりですね。で、これはひとたび抜ければ、実はこれは煙突のようなものです。ですから、たちまち一箇所負ければ負けてしまうんですね。ただ、こうやってやってもきついと、ここに隙間があると、見事に火は通り抜ける。で、ですから、この塵の処理というのが大変重要です。これができてないと、うまくいかない。から、泥壁にすると二重にしても構わない。
そうすると、こうやってここにボイルを作るっていうのも一つのテクニックです。それは断熱効果を確保したいっていう場合はこうしたい。十分な厚みがある場合、例えばこれが150、60の寸法があれば、20にもできない。で、まあ、鹿って非常に粘るんですね。粘るのは、まあ、いろんな粘る仕組みを持っている。鹿の中に含まれている水産自体が、一つ粘りの、粘りを獲得する重要な部分ですけど、それ以外に、まあ、竹の場合、竹に限らないです。小前がある、あるいは、まあ、雪を見てみたら、その絵のつもりを型紙で編集してますね。こういったものはみんな土の強さを補う仕組みなんですね。ですから、非常に粘る。粘るので、土壁が非常にこう重要だという。耐震上も防火上も重要です。防火上は分かりがいいと思います。耐震上もいいのは、この土壁が先に壊れる。ので、フレームを壊さない。軸組みを壊さない。壊れて出るのは泥壁なんですね。泥壁がこう切れ壊れてくるんです。泥壁が壊れると壊れないと実はこういうところが抜けてみたりとかあちこち軸組みに支障が来て、これが順序が重要なんですね。壊れる順序。何でも強くすればいいやんじゃないです。ちゃんと壊れる。壊れてくれないと建物全体非常にあと修理不能になります。耐震性もだからこれきちんと充填されてればいいんですけども、土壁は一つ走行性が必要です。下の息が荒れる。荒っぽくだいたい酸素になっているのはもっと層を重ねるのもありますけど、でこの表面ほどずついて硬い硬い、ね、そして柔らかい、でこれはどういうことかというと、先ほどのフレームの変形の最初にやられるのはこの表面の硬い部分が負けるわけです。
カタリ軍が剥離するわけです。この剥離っていうのは大変こううまい方法で修理しやすいんですね。これがポーンと剥がれる、で次はこれが剥がれる、で最後これがという話で、まあ、どこまで壊れるかというので円形の大きさがあるんじゃ分かる。円形が大きければ、まあ、全部壊れますけど、でこの表面から壊れるので修理しやすい。こういったものを持っていくんですね、最初から。なかなか、ただこれを通りにやった事例があまりないですけど、壊れてしまったというのは、だいたい表面が壊れて、それを直せばすることが多いと思います。ただ、コンタクトがしっかりしてないと、まあ、役に立たないですね。木部が、壁が、この部分のコンタクトを確保する、これがまあチリ弱です。まあチリの処理です。そいつを不審にやらないと うまくいかないです。日本の伝統木造技術では、それの大きな居住性を確保するのはこの外周の仕様ですね。で先ほど植栽の話をしました。で池の話も、ひさしがあって縁があって玉があって素枯れがあって、こういうグラデーションがですね、こういうこういろんな序列があります。でそれが全部お互いに助け合う仕組みになっているというところ、でまあ、いろんな開口部の形式があります、ね、でさらに、まあ、襖だけでは足りなければ両方をつけたり使ったり、またついたちを使うということもあるんですね。雨戸っていうのは私かつては雨戸しかなかったんです。雨戸しかなかった、縁先には雨戸しかなかった。であれは大変こう開けたというか大変なんですね、雨戸は。で最近はなくなってしまって、それが大方ガラスで変わっています。でそれ以外にすだれやら吉津やら、だから全体の格子っていうのも非常にこうガラリとともに大変重要なものです。青木の場合なんかでは無双馬のほうがよく対応されたんですね。そういったものをもうきちっと思い起こすというか、きちんと現代的な技術にもう一回し直したらいいと思うんですけど、瞳って開けたての仕方が違うんですけど、まあ、日本の建築は非常に水平度が高いですね。水平がないと機能しないな。大統領にとって水平の維持っていうのが大変重要。で、四季カムイが水平でないと、まあ、特に開口部の枠材です。そういったものが水平にならないと使えないのは、この日本の紙障子、襖障子がニコニコ移動するのが基本になっているので、非常に高い精度でこれは維持されているんですね。
大工技術を随分こう、まあ、重視して設計されていますから、まあ、非常に大きな部材が使えると申しました。レンガっていうのは非常にこう多機能な空間で、これは日本建築の非常に重要なテクニックです。キャスティでは評価してもらえないです。これは見方によっては大きな空気層と思いますけども、密閉度が自由に調節できちゃうので、どう評価したらいいかがなかなか分かりにくいですね。日射の調節と、まあ、風の通風の調節というのが大きな分かりやすい表現ですけども、もう一つは日だまりをつくものです。で、一種廊下、まあ、縁側しばしば現代的には廊下です。あの部分は温室になるんですね。で、それをこう、まあ、日中人間を移動して暖かい場所に移動したり、庭を楽しむ空間であり、屋外活動の休憩場でもなく、夕涼みの場でもあり、あれ月見の場でもある、まあ、月見以外にもいろいろあるんですよ。こういうものが備わってるから快適なんですね。で、この快適さを失う必要がないだろうと、キャスビーにいじめられて、ただ伝統木造建築技術の発達にとって非常に重要なことっていうのは林業の進歩です。これがなしには木造建築である以上林業はどんどん進歩しないと発達できないですね。だから伝統木造建築技術で今こう可能な限り早いうちに作りたいと思うのは研究所で、自分たちで研究をしていく。伝統ってのは常に改良していかなきゃいけないです。改良するためには研究しない。で、そこで設計的な技術の改良を行う。だから、この木造建築技術は左官と一体なんです。で、左官業をきちんと活性化するんです。それから、アタッキとか、あるいは半畜とかいった技術をもう一回きちんと見直して、改良して、現代的に使われるようにしないといけない。から、チリの処理で高気熱化をきちんと測ることを考えている。で、建具の改良。建具の改良は、まあ、いろんな、すでに出されている。例えば、フリルフィチテンさんが、障子紙を、太鼓針、太鼓針って言いますかね、両面針にするというような話をやりました。まあ、こういった技術をもう伝統、新しい伝統技術としてちゃんと伝える。化石燃料を使わない設備技術をやっぱり現代的にでも使えるようにしていかないと具合悪いんですね。かやぶきの家が最近クワガタの住みなんですね。クワガタの住みだったのでびっくりしましたけども、要するにいぶされないんで快適な場所になってしまう。で、やっぱりいぶすプロセスがどっかに欲しいんですよね。もしそれができないんだったら、茅をあらかじめいぶしておくというようなことも必要だろうと思うんですけど、植物性の屋根材っていうのはいぶしとともに生じしているところなんです。で、それをこうなくしてしまう。で、それが全部全電化
住宅だとそのメカニズムが生まれないですね。だから設備技術の改良っていうのを、ぜひともやる必要があるだろうと思います。でもう一つ何といっても少し考えてほしいのはプレカットシステム。今木造のいわゆる在来住候補の住宅の8割はプレカットになるんですね。プレカットがなぜ悪いかというと、あそこには設計がないからですね。設計が消えてしまう。設計のできるプレカットの仕組みに切り替える必要がある。でアメリカにティンバークレーン、フレーマーギルドがあります。どういうことかギルドという言葉を使っているんですけど、ギルドはドイツ語なんで、まあ、アメリカでギルドという言葉を使うのは不思議なんですけど、まあ、組合です。それが、作っている仕組みというのはプレカットシステムを自ら開発しているんですけど、伐採された木材をまずプレカット工場に集積するんですね。で木造設計と施工者は工場の示す木材データを見ながらプレカット方針を工場とプレカット工場と話し合いで決めるんです。で、これによって設計を進めていくという一目ごとを吟味しながら決定していくという仕組みなんですね。でこれがアメリカでできてなぜ日本でできないのか非常に不思議なんですけど、このプレカットのハードのシステムはドイツのシステムです。で、ソフトの分は日本のシステムで、いろいろ日本人の協力があって生まれている話なんですけど、日本にはこのシステムが生まれていない。で、今日のプレカットシステムっていうのは設計っていう行為がないですね。あそこに間取りを、まあ、間取りの設計だとかあるんですけど、間取りを送るとキットが届いてしまう。プレカットしたキットが届いてしまう。現場でプラモデルと同じように組み立てればいいという状態になる。アメリカのこのシステムというのは CAD キャノン、まあ、CAD データをキャノン化してプレカットさんにするという仕組みを、まあはい、発達させてですね。で そこにエンジニアを入れて、まあ、構造計算その他の仕組みを常に吟味しながらやっていくという仕組みを取っているんです。これを日本でなぜできないのかというあたりを、皆さんで議論していただけるといいんではないかと思うんですけども、まあ、できない理由はたくさんあるんですけども、もうアメリカでやったのはほんの最初始めたグループっていうのは数十人、30人くらいのグループで始めたんです。今全米に2つの工場、シアトルとボストンに行ってるんですけど、それで全米をカバーしてるんですけど、大変なシステムです。でアメリカって2バイフォーの国だという話なんですけど、2バイフォーじゃないシステムの、まあ、ヨーロッパ型伝統工法で建てる、まあ、技術を、まあ、実現するための仕組みなんですね。でこれは大変こう魅力的な仕組みで、まあ、非常に精力的なエンジニアが数人集まったがためにできた話です、ね、日本でもそれが生まれても不思議じゃないんじゃないかと思うんですけど、で先ほど桂離宮をもうありました、まあ、その桂離宮をしのぐ
文化度の高い新しい建築都市の創造っていうのを、それはできるとしたら伝統木造建築にするだと思うんですね。で、そこで必要なのは新築の文化財という概念です。で、今国土交通省の施策として、まあ、一応ある一つの重点課題とは歴史な建築というのです。これを実現するためには、新築の文化財概念をきちんと作らないとうまくいかないですね。で、新築の文化財、要するにそれはどういうことかというと、その伝統的な木造建築技術をストレートに文化財にしようということです。で、林業との連携を深めることによって山荘を振興しましょう。日本の実力の一番大きな問題は山荘が疲弊していること、老化していること。これを振興しないともう日本の力は生まれないですね。で、まあ、当然日本は縦に長い、その地域によっていろいろと新築の文化財ができて、しかる地域型の新築文化で、地域型の生活文化を各地で再構築する。で、地域型食文化がそれにつながれば地域の農業、営業業の振興で農村漁村が復興できるじゃないですか。で、まあ、省資源省エネルギー政策というのも全く別の観点で作りようがあるじゃないか。で、まあ、こういったことがうまくいけば伝統木造技術は輸出商品となるんですね。で、輸出商品となったときにどういうことになるか、まあ、生活文化と一体のもの、そしてまあ商品になる。だから和食、あるいは茶道、華道、あるいは入浴作法ってなるかどうかわかんないです。でも禅、武道、和装、また俳句といった、まあ、こういったものの全てそれと一体となって、それぞれ、まあ、趣が違うものが生まれるかもしれないですけども、こういったものをの一体となった新しい伝統木造技術をもう一回作る必要があると。で、環境負荷軽減を世界中にこれでアピールして実現していくということができれば、まあ、伝統木造建築技術は日本を救うことになるかね。まあ、話として準備したのはこの程度なんですけども、あとは皆さんから質問でもあればお答えしたいと思います。